注意。将軍は、日の下で最も強き武士でなくてはならぬ。大丈夫そう。皆さん、こんにちは。姫咲と申します。このチャンネルでは、私が見たいテイストの歴史映画を妄想し、その CM 原稿を考え、ゆっくりにナレーションをお願いし、私が登場人物のセリフを演じて5万エプーするという、需要のない自己満足のための動画を上げています。今回私が演じますのは、足利義だね。はい、教科書には出てこないタイプの足利将軍の一人ですね。でも実はこの人、めちゃくちゃ濃ゆいんです。この人の父は、有名な応仁の乱で将軍義政と対立した義見という人物で、その関係で、将軍家に連なる人物でありながら京都を離れ、今の岐阜で育ちます。その後将軍となるのですが、若く功名心に流行る彼は幕府有力者から嫌われ、別の将軍を擁立されて、将軍の座を奪われ、自身も京都から逃げ出すことになります。その後、長きにわたって各地を転々としながら京都に帰りがき、再び将軍となりました。しかし、最後はまた京都を抜け出し、最後は四国で亡くなっています。そんな彼は流れ久保とあだ名されています。そんな彼を知ってほしくて、特に名王の政変あたりまでの彼の若い頃を描いた映画の CM 原稿を考えてきましたので読んでいきます。あと一点補足なのですが、彼の岐阜時代の庇護者が斎藤明珍という、切れ者武将なのですが、彼を人生の師匠的な感じで私が二役演じていますが、これは私の脚色だと思ってください。では、これで終わりではない。私は必ず、返り咲いてみせる。これは、誰よりも諦めが悪かった男の不器用な物語。時は室町、足利将軍家の力は衰えていた。そんな足利家に、一人の利発な若者がいた。私はいずれ征夷大将軍となって、高氏公の頃の意向を取り戻す。恐れながら、若には当代の公方は務まりますまい。なぜだ、明智。若は英明に過ぎる。今の公方は、強くあってはなりませぬ。強い将軍を目指すことが、そんなにいけないことなのか。葛藤を抱えた少年は、やがて乱世の表舞台へ。若、誤ってはなりませぬぞ。しかし、京の都で将軍となった、義種は。河内の畠山を征伐する。皆私についてまいれ。将軍は、日の下で最も強き武士でなくてはならぬ。やがて、時勢が、義種に襲いかかる。政元が新たな将軍を擁立しただと。前代未聞の大事件。その時、義種は。将軍は私だ。面白い。受けて立ってやる。しかし、もはや私の周りには敵しかおらぬ。明珍の申す通りであった。しかし、私が諦めては将軍家の力を取り戻すことはできぬ。乱世を終わらせることができぬ。数奇な生涯を送った足利義実の若き日を描く映画流れ久保奮闘記。公開予定あるわけもなし。乞うご期待。目指すは今日、敵は細川政元、そして足利義澄。